進めなくなってスリップしてバックしてガーンってガードレールぶつかった。あ、溶けてるね、ここは。さすがに。まあ、ただあのエンカルちゃんと標高が下がったおかげだったかな。じゃあこれで止めて帰りましょう。多分大丈夫だろう、まだ。うん。透明が高いとかそんなどうでもいいわ。うん。いや、下手に振動今日行かない方が良かったかもしれない。通れて。あ、そこも事故か。いや、もしかしたらチェーン巻くのか、あれ。お、いや。タイヤ交換か。あれ、これ道間違えちゃったの？え？いや、道ねえんだ、これ。そっか、古いんだ、この中が。ちょっとこっちで出すか。あの、ケイちゃんの携帯でもいいんだけど、あの、あそこにしようか。町田の天満宮のルートの道を出してもらって。それでいいの？うん。でも高速使う道で全然問題ないんで、わかりますよ。ちょっとこれナビが古すぎて道がぐちゃぐちゃで。どうですか、高速って出るの？出る出る。多分ね、有料道路使うっていう風に勝手になるから。ナビ開始でいい。うん。とりあえずこれ下っていく感じか。ここは全然もう溶けてるね。されるから、そこでちょっと静岡の、やっぱりやめ、こっちだろ、こっちかな、かのこっち。雪も怖いけど、これやば。キリリが出てきた。これをスカイウォークの方に進んでるのか。あー、はいはい、あそこか。あー、びっくりした。じゃあいいや、このままでいいや。でも遠目で帰りましょう。これ違うルートを出される。近い方から行かそうとしてるから、多分戻される。さっき道の駅に戻されてると思う。でしょ。いや、それはもう無理だね。一旦行けそう。そうそう、大丈夫かな。どんだけ普通の道がありがたいか。ほんま大丈夫かな。スカイウォーク、あー本当だ、行かないよね。いや、いい。なんかもう安全な場所に。スカイホークのあれが見えたけど。なんかごめん、申し訳ない。めちゃくちゃいる。安全な場所に行きたい。うん。わあ。ビビる。ビビる。これはいかんだよね。雪じゃないからいいけど。とりあえず箱に入っちゃうか。箱にじゃねえや。静岡入っちゃうか。今見しますか。はい。霧がすげえな。うん。しんどいね、今日は。こういう抜き穴にしようなんて。あなたが寝てる時に調べてよかった。死んでいかなくてよかった。でも振動大丈夫かなって調べてよかった。ありがとう。いや、もうこういう時は全部通る道調べた方がいいな。そういう時は危なくねえかな。8割9割もあそこで曲がってっちゃうじゃん、うん、で、あそこは行けたじゃん、うん、けど、案の定道の駅のこのスタート地点がもうダメだったじゃん。あそこでまた U ターンじゃないと、うわーってなっちゃう。いや、もう最初にね、駐車場のとこ行った時にすでに調べた人がもうそこの道に入っちゃってる人で、多分立ち往生しちゃってる人のツイートとかあったし、積んでるって書いてあったし。
現場にいて立ち往生して抜く。ここから繋がってんだ。あ、ここ一気に雪ねえよ。俺らの車だけ雪すげえなと思われるやつじゃん。じゃあどっから来たんだよって話。後ろのあれが、あ、そうだ、リアデコッカーだから。誰も雪乗ってねえよ。クソ笑えない消防団みたいな人たちも今日出てたでしょ、あの辺周りで、うん、だからだよ、ありがたいね。だから3連休だからさ、そういう人たち来ちゃうってみんな思ってたから、うん、構えてたんじゃない。今度大返しとしてで、相当ノーマルタイヤ 多かったんだろうな、あの、うん、あそこでガソリン入れてくか、あそこの箱根で、ね、ああ女性すげえすぎる。こんな剣越えたらこんななっちゃうの面白すぎでしょ。ここで何 U ターン仕事しねえよ。おいおい、また俺らを地獄の道へ行かすかい。しません、しません。金かかってももう安全なルートで帰るよ、何のために。遠目出ねえのか。うわ、何のためにわざわざこっち。あ、怖いよ、近いよ。なんでそんな近づくの。チュッシュ、なんだ。いや、近くはないけど何が来たんだろう。これ登るな警報。
事故で。行けるよ。行くことはない。